はい皆さんこんにちはレディーーホンカーズのみなみです、えー、今回は楽器が響いてる状態がどういうことなのかっていうところを、えー、皆さんにお伝えしていけたらと思います先日、えー、生配信をやったんですけどその時にも、えー、ちょっとご質問があったので、えー、こちらの動画でちょっと解説していけたらと思うんですが、えー、ポイントはいくつかあるんですけれども まずお腹の使い方ですね腹圧がちゃんとかけられているかっていうところのチェックポイントからお伝えしたいいと思います、えー、前に上げた動画でもちょっとお伝えしていると思うんですけどこの丹田ねおへそから、えー、指3本分ぐらい下のところをグッと押してそこをグッと折り,かこう折り返すのが腹圧でその状態を維持して楽器を吹くっていうふうに言ったんですけれどもそれがどれほど腹圧がかかってないと いいけないのかっていうところが私のこの手だとちょっと分かりにくいかなと思ったので、えー、今回はちょっとあるものを用意してどのぐらい腹圧が必要なのかっていうのをちょっとお伝えできたらなと思いますペットボトルを用意してもらってこの壁に当てますで自分のこうタン電の位置にちょうど当たるようにセットします。でえー、と 今分かりやすくこう寄っかかっていることが分かりやすくするためにちょっとだいぶ斜めにしてますけどこれで今力を抜いている状態だとすごくペットボトルがお腹にめり込んでいますでここから腹圧を上げるとこんぐらい今こんぐらいだったのか腹圧を上げるとこんぐらい 起きき上がってきますで息を吸って吐いてもこれが維持する吐いた時にでへこんでかないようにずっとこの状態で楽器を吹くはい、えー、こんな感じで、えー、結構腹圧は かけっっぱぱななししお腹上げっぱなしで楽器を吹くと楽器を響かせることができますで楽器を響かせるっていうことはつまり自分の体が響いてる状態楽器を一生懸命こう鳴らそうとするんじゃなくて自分の体を使って自分の体が響いてそれが伝わって楽器が響く振動するっていうようなプロセスだと思ってもらいたいんですけれどもその一番最初に必要なのがこの腹圧ですね。 まあ厳密に言うと一番最初に必要なのはたっぷり息を吸うことですねなのでこういくら腹圧をかけても全然こう吸えないっていうことであれば横、ね、隔膜を下げてたっ,ぷりをたっぷり息を吸うっていうこともちょっと合わせてやってもらいたいんですけれどもこの、ね、息をたっぷり吸って、えー、お腹腹圧をかけるっていうところがまず第1ステップになります。で えー、これがこの感覚がつかめてきたら今度は楽器をちょっと使いたいんですけれども自分でそのさっきやったねこの腹圧のかけ方ここがかかっていることをか確かめながら楽器、えー、を吹いてみます。で、えー、っと右手でこっちうをこう押さえながらなので開放のドシャープでちょっとやってみるといいんですけれどもまず一回こうお腹を全く使わずにたっぷり吸って。 息を思いっきり入れますそうするとこういう感じになりますね。でお腹を使うと使わないと。 使うとこの感覚をまず掴んでみてください、えー、その時にこ,うここら辺にねこう力が入ってしまう方こうほっぺたが膨らんだりだとかこう音がウヤってここら辺が散ってしまっている方っていうのはお腹に力を入れてても腹圧を使って息を吐いてるんではなくて。 ここを固めているだけで結局肺でこの上半身でいっちゃってる方ですねでそうではなくってこのお腹のこう押し出す力であって吐けてここがぐっと前にもうここら辺も広がるようなイメージでえー息が吐けている方はここら辺に全然こう息の圧力がかかってこないプラスえ響きがここではなくってこっちの方に。 なっていいるかと思いますでこれが腹圧を使った息の吐き方なんですけどそこにプラスして、えー、響,響いてる状態を最大限にするためには、えー、自分の体を響かせるっていうことを声でやることが大事かなと思います。なので、えー、まず第一段階として腹圧をかけてますね。でその時にマウススピースを加えて 圧はかけたまま息を吐くだけではなく自分の体を響かせるので加えたままこの時にここは喉が閉まってここだけで止まっていると。

いる状態ですさっきのお腹は使えていてもああこういう状態のうーんっていう状態だとここで止まってしまうんですけど腹圧をかけて自分の体を響かせるイメージでうーんってやるとうん。 内に息がが入っていいく感覚がつかかめるかなと思いますはいというわけで、えー、楽器を響かせる、えー、ポイントを今3つお伝えしました、えー、1つは、えー、息をたっぷり吸って腹圧をかけるで腹圧がどれぐらいかかっているのかっていうのを,を説明しましたでそれから、えー、楽器を加えて腹圧がかかった状態の息を確かめそして最後に腹圧をかけながら声を出して その時の響きがどこにあるのかっていうところを、えー、お伝えしてみましたこの三段階でやってみるとあこんなにこう体はリラックスした状態、まあ、もちろんお腹に不、えー、活に力がかかるんですけどここら辺使わず息も効率的にかつその自分の体が響いて楽器の距離も近づくような感覚がつかめるんじゃないかなと思っています、えー、ぜひ、ね、試してもらえたらなと思います でですね、えー、音量を大きくしたいっていう方も、ぜひ、これをやってみてもらいたくって、音量を大きくしようとして、こう、楽器をね、鳴らそうとするんではなくて、音量を大きくするってことは、体の響きを大きくする。なので、今の基本的なことができた上で、どんどんその響きを拡張させていく。声で言うと、ああ、あああではなくて、ほー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 、 こっちに響かせていくようなイメージにしていくと楽器がよりなってくれるんじゃないかなと思うのでこちらも合わせて感覚つかんでもらえたら嬉しいなと思いますはいというわけで今回は楽器を響かせるためのポイントについて皆さんにレクチャーしてきました今後も動画出していくので是非コメントなどいただけたら嬉しいです以上レディーホンカーズ南でした